それでは次の試合いきましょう。ヒダディ VS ユーマロ、上がってきてください。そろそろ起きなよ、わからすぎだから。そろそろ起きなよ、目覚ましてあげるから。それではこの試合のビートを聞きましょう。翔さんお願いします。ナイス DJ。 それではじゃんけんお願いします。ここ。それではいきましょう。先攻ヒダディ、後攻ユーマロ、8小節の3本勝負、レディーファイ。よ、ユーマロ、はじめまして。お前のラップで弾けさせてよ。あ、滝内科に言われた今日、あ、ヒダディ最年長。じゃあするしかないな、ブラック企業が再炎上。あ、いつだって挑戦者、若手の気持ちを忘れない大人。初対面じゃないぜ、ひぐみ屋に行った時も選手権も合ってる。ひぐみ屋選手権お世話になった分、令和次なら俺が担ったプルーフ。あー、遊び足りねえやつどんだけいるか、バッチリ燃やす。ピスピスアモライがかましに来たぜ、寝ぼけたマナコも冷ましに来たフェイス。ああ、冷ましに来たの冷まされないから、鉄は熱いうち。やばいぜ、ボイルライムよりボイルしてるユーマロ思い出した。確かひふみや来た時カウンターの前でカウンター食らったぜ。兄弟で来てお兄ちゃんと弟で、おととい来い言われないフリースタイルしたよな。おととい来い言われないフリースタイルしてから弾き出している丸々ボイとか丸めてボイ、昨日見つめ直しておととい来いボイ。あ、遊び方が違うよ、飛ばしているがとか表とか関係はない。ひぐみや思い出してくれてありがとう、けん玉もやりました。そういえば、あ、なんか変だな、やったっけ二人でまたけん玉、剣を穴に刺す、まるでセックスのよう。お客を生かしてなんぼのマイクフォン。 YOやっちまったな、巷で噂の俺がヒダディだけど、この勝負は非売品じゃなくて売りまくる、まるでこのストラップ。セックスしていく音の上、俺弾き飛ばしてるこのフレーズ。いつものより精子、上司と男子、俺の精子、乱視までの男性。サービ方違う、このやり方いつも通りリスペクトしてる先輩だが、マイク一本今日ぶっしゃげに来てっから。終了。それでは判定いきたいと思います。先攻ヒダディが良かったと思う人、後攻ユーマロが良かったと思う人、勝者ユーマロ。はい、ありがとうみんな、ほんまにこんなおじさんこんなところに呼んでくれてね。今日はひふみやのメンバーがいっぱいいるってことで、そのグッズを詰め込んだ通称ヒダセットっていうのを物販で持ってきました。まあプチひふみやが来ました今日は。はい、みんなつけてるこのネックストラップもね、1個2000円でございます。はい、いつまで宣伝していいかな。まだ大丈夫です。まだ大丈夫。そのヒダセットの中にはですね、伝説のウィリー・ウォンカがデビューする前に出してたミックス CD のもう在庫が少ないと言われてるボリューム2が入ってますね。はい、で、あと、まだ大丈夫、あともう1個だけ大丈夫です。あ、マジで。あともう1個はね、ノート入ってますね。ひふみやで作ってる離陸帳が入ってますね。ほんで、まだ大丈夫。いや、もう終わりです。もう終わりですね。ありがとうございました。ありがとう。もう一度ヒダディさんに大きな拍手をお願いします。